こんばんは。こんばんは。つけ麺専門店三田製麺所でございます。このライブ配信はですね、つけ麺専門店三田製麺所の候補の2人がですね、毎週ちょっとしたトークテーマを決めて三田製麺所ですとかつけ麺に関するお話をゆるっとしていく30分間と名付けて、三田ラジという生配信でございます。MC を務めさせていただいておりますつけ麺 P です。よろしくお願いします。はい、今日はですね33回目の配信ということで、ゾロ目ですよ。ゾロ目だ。ゾロ目だからといってゾロ目にちなんだ話題ではないのがあるんですけれども、はい、まあ、33回もライブ配信してまして、で、そうですね、毎週こうゆるっとトークテーマを決めて、まあ、こちらがそれに沿ってちょっとしたスライドを作って、ね、いろいろお話ししていくんですけれども、あの一方方向にこちらが何かを発信するだけじゃなくて、もちろんあの見ていただいている方からのコメントですとか、あとお便りも募集しているんですけれども、お便りとかに沿って、双方向のコミュニケーションをね取っていければというコンセプトでやらせていただいてます。キャッチコピーは三田製麺所をもっと好きになる30分間ということでやっております。ご本人です。もう一回撮影はい、よろしくお願いします、はい、というわけでね、ぜひあの配信見ながらなんか気になったこととか、もともと三田製麺所に対してなんか気になっていたこととか、うん、では様々で、ね、ざっくばらんに、はい、雑にぶん投げてください。大体拾います、うん、公序良俗に反しない限り拾いますので、何卒よろしくお願いします。お願いします。ちょっと私へのセクハラ NG ですね。そっち私だろ、そらそうだ。はい、というわけで今週もよろしくお願いします。まあ、30分と言いながら今日はちょっと多分1時間コースだなとか思ってるんですけれども、うん、はい、じゃあちょっと今日のテーマの方入っていきます。今日の1枚目変わんないっていう絵面がほとんど。今日のテーマは何でしょう。まあ毎週テーマをこう今日何でしょうっていうのを大体ね最初に投げかけているんですが、今日の配信テーマはヒントがこのサムネイルにございまして、ほう、分かった人ぜひコメントください。なんか 数十秒以内にコメントください。拾いきれないので。どうでしょう。まあね、このサムネはね、秋、うん、秋、まあ、今日めちゃくちゃ暑かったですけど、暑かったですね、はい、秋になったという体でやり始めてますね、うん、このサムネイルの中にヒントがあるんですけれども、いかがでしょう、うん、ちなみに知っても分かります？あ、すいません、実はあ知ってる言ってやってくれ。実は知っている、はい、というわけで1枚まして、今日のテーマはですね、はい、よいしょ、はい、サムネイルにもドバーンと出てました。月見です、うん、9月月見ですね。まあ来週なんですよね。その今年の十五夜に当たるのは17とか言ってたから、9月17とか月見では来週なんですけれども、うん、結構その街中歩いていて、もう今飲食店で月見のメニューめちゃくちゃ見ると思います、うんうん、マンマックさんとかモスさんとか、まあ、どんものチェーンとかでもそうですけれども、飲食業界において9月の月見商戦は一大行事になってます。まあ、卵って何にでもこういきやすいし、合わせやすいし、こうプラスアルファのトッピングもしやすいし、いろんなメニューがね作りやすいので、どんな業界でも月見シーズンはこう一大行事ですごい盛り上がってますよね。絶対どっかやってますもんね、うん、好きな月見メニューとかありますか？でも私昨日それこそマクドナルドさんの月見パイ食べました、はい、月見パイそう、月見パイっていうのが月見パイって卵が入ってるんですか？白玉なんだろう、なんかもちもちしたやつが好きなこと、はい、あ甘い系、あ、そうそう、はい、甘い系でした。昼ハンバーガー食わなかったっけ？食べました。夜もハンバーガー。あ、夜はパイだけ。そう、
そう、その月見パイと、はい、カフェラテが飲みたくて、あ、夜に、そう、カフェラテと一緒に買いました。はいはいはい、月見パイ、はいはい、僕はまあバーガーとかそういうやつなんですけど、うんうん、昔からある月見そばってめっちゃ好きなんですよね。おそばに卵を落としたやつ、はいはい、あれめちゃくちゃ好きで、なんかとろろとかも、ああそう、なんか卵ポンのパターンもあるし、とろろの上に卵ポンのパターンもあるし、それ見たことあるか。そう、そばに卵すごい好きですね。いいっすね。でまあそんなわけで飲食業界によって9月の月見一大行事で、まあ古くからある月見そばですとか、うどん、月見うどんとか、うん、そういったものはもちろんのこと、バーガーチェーン、その月見マフィンとか月見バーガーとか、あとどものチェーン月見とかね、そういう月見丼とかね、うん、はい、多くの店で卵を用いた月見メニューを今楽しむことができる時期、9月はでございます、うんうん、というわけで、はい、というわけでみたらじボリューム33、今回三田製麺所で月見配信をやりましょう、うん、月見配信、はい、そうですね、このイラストやをフル活用した、うんうん、はい、あとはみたらじのフリー素材を確かにちょうどいい感じに斜め上を見ているのがね、お互いこの対象の向きであったのでね、はい、この間もこれは前か、ね、モナさんは前回で、はい、僕は全然、あ、違う、モナさんは前々回で、僕は前回ですね。あ、そうなんだ、はい、よく聞きましたね。いい感じに、倉庫のアホ面がございました。なるほどね。どういうこと？皆さんコメントください、ね、コメントが、はい、あの答えられるコメントをいただければ幸いです、はい、答えられないのもありますからね、はい、なんかYouTube で女性に質問よろしいですか、女性に質問っていうちょっと圧倒的な圧を感じるんですけど、ちょっとあのこちらにこっちにもどうぞ、俺にも何でございますよ、独身です説明、はいはいはい、月見ね、はい、月見、ああ、20分取っちゃった、うん、はい、月見配信でございます、うん、しかしですよ、月見配信、三田製麺所で月見配信と言いまして、うん、ちょっと待ってと、ね、また違うんですね、すごいすごい、いぶかしんでるお顔があったので、いぶかしもなかね、ちょっと待ってと、うん、三田製麺所って限定の月見、うんうん、つけ麺とか月見、うん、のメニューやってなくないと、やってないんですよ、うん、それが何を月見配信言うとんじゃんと、すごいお怒りのようだったので怒ってないし昨日からなんかお怒りみたいな、怒ってないですよ、あ、怒ってないですよ、怒ってないですよ、うん、まあまあまあ、三田製麺所月見のメニューやってなくないかという、うんうん、方もね、そうそうそう、そう、覚え合うと、そんなのあったっけみたいなことなんですけど、うん、ところがどっこいです、うん、満たされるのは月見はなくとも、うん、限定の月見はなくても常にやってるメニューで、はい、じゃあ満たされるには卵かけ麺というやつがいます、月2個ある確かに、そうそうそう、2つだわ、はい、卵かけ麺がございます、うんうん、というわけで卵かけ麺ね、まだ食べたことない方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、うんね、去年発売してからすごく SNS 上でから火がついて人気のメニュー、話題のメニューです、うんうん、なんだっけ、日経のヒット商品番付みたいなやつに戻りました、すごいんですけど、はい、というわけでこの月見シーズン、三田製麺所みたらじボリューム33では、うん、メガヒット商品卵かけ麺を、うん、我々も月見メニューとして初めて配信で実食します、うんうん、これなんか月っぽくていいですね、月っぽくていいですね、そうそうそう、切り抜き頑張る、切り抜きね、確かに大変そうこれで、初めて配信で実食しますっていうのも、まあ、発売は去年の11月からやってるんですけど、この卵かけ麺っていうメニューはテイクアウトやってないんですよ、確かに、ただ、うん、今日、うん、エビス店の行為のおかげで三田製麺所のビス店リニューアルしたばっかのめちゃくちゃ綺麗な
綺麗なかっこいい満たせるじゃん、エビス店のお行為により、はいはい、特別に、そうなんです、こっちがいい、特別に、うん、お、ああそうですね、これでいいか、うん、はい、特別に本社に持ち帰った方、はい、7、8分特別に持ち帰ることができました。テイクアウト普段やってないんですけれども、ね、そうなんですよ、はい、初めてというわけで、今まであの配信では口頭とか写真とかで紹介することができたんですけど、初めて実食配信が卵かけ麺できるということで、これは我々にとっては非常に記念すべき、うん、はい、新たな一歩です、新たな一歩です、やればできる、はい、というわけで今日は三田製麺所で月見配信、うん、卵かけ麺とともにやらせていただきます。やっとねご紹介、ご紹介してたんですけど、食べ方、ね、そうで、そう、なぜこれがやりたいかというと、その卵かけ麺ってどうでしょう、はい、あの卵かけ麺ってまだ世にこう浸透 し始めて浅い食べ物なんで、まだ食べたことない方とか、うん、食べ方ちょっとねコツがあったりとか、美味しい食べ方、おすすめの食べ方とか、そういうハウトゥーの部分が結構、うん、多いので、うん、そういうのをね、ぜひこう動きとともに見せたかったんですけれども、ちょっとこれができる、できてなかったのが今、うん、今日できるということで、はい、歴史的瞬間はい、というわけで、いろいろ説明、脳が垂れながら、うんうん、食べていきますが、はい、はい、皆さんぜひお付き合いくださいませ。ちなみに、食べたことかけて食べたことあるよって人、ぜひコメントください、ね、あ、今、インスタグラムから読み上げちゃってください、はい、朝のぼんさんからショッピングセンターにある店舗にも卵かけ麺の導入お願いしますって。あ、そうなんですよ ね、 すね、卵かけ麺ちょっとあのフードコートのお店では取り扱いがなくて、そうなんですよね、まあ、本当に申し訳ございません、ちょっと路面のね、うんうん、お店に行って見ていただければと、ね、お近くにそうですね、ぜひ、はい、というわけでじゃあ今日はあの夕飯配信なので、そう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 、じゃあちょっといただいていきましょうかね、はい、ちょっとパソコンが非常に邪魔になってます。あ、じゃあ、まず卵かけ麺食べるにおいて、月が4つ、月4つ。そんな喋り方なんですか。え、なんか違う。なんか赤ちゃんみたいな。どこがよ。はい。ちょっと散々見せびらかした後でですね。はい、まず卵かけ麺最初に、あ、あっち見えてる。見えてる。はいはいはい。最初にこの卵が上にこう乗ってらっしゃるんですけれども、うんうん、ね、この麺の下にこれ卵白が溜まってるんですね。卵白とタレが溜まってるんですよ。なので、そうそうそう、味はついてるんですね。でこれを混ぜる。なるほど。混ぜて、そこから空気を入れるように混ぜて、メレンゲが立つ。メレンゲを混ぜるみたいに空気を含んで泡にしていくっていうのが、まず一つ推奨の食べ方の一つです。なるほど。あとはこの卵がですね、非常に赤みが強くて、ね、これすごいですね、味がすごい濃厚なので、ちょっと待って、ちょっと卵をペロ、うん、素材をまま楽しむっていうのも確かに醍醐味の一つです。じゃあ卵割りをご覧に入れましょうか。いいじゃないですか。入れちゃうよ、割っちゃうよ、やめようか。じらしいきますね。卵がペローンと割れる瞬間をいきます。乳糖、はい、全然リアルタイムじゃないかわかんないんですけど、いや、すごくいい絵面になりました。どないですか皆さん、いい感じ。おお、綺麗綺麗、はいはい、ちょっとラグいいけど、うん、指邪魔だな、下手すすいません。こんなわけで、濃い黄身が絡んだ一
ね、一房だけいただきます。凄まじいです。凄まじい。久しぶりに食べたけど、凄まじいです。私はじゃあ、どんどこ混ぜちゃいます。どんどこ混ぜちゃいます。そう、混ぜる、ね、混ぜるって言っても、波の混ぜ方じゃないですよね、推奨されてる。そうなんです。そう。もう私は何回混ぜたことか。そう。普通なんか、じゃあよく混ぜてくださいとか言って、はい、これでいいのかなっていうレベルが結構すごいですよ。多分このぐらいでいいのかなって思うと思うんですよ、うんうん、ああ混ざった混ざったと思うんですけど、うんうん、三田先生が推奨してるのはこんなもんじゃない。やっちゃってください。何回混ぜたことか。本当に、ね、卵かけ麺よくモナさんはその商品の SNS 動画とか撮影するじゃないですか、はい、その都度混ぜるじゃないですか、はい、おかげさんでちょっと強くなりました。力が強くなりました。そう、握力が。もう任せてみたいな。最初は自信なかったんですよ。うまく混ぜられるんだ。そうなんですよ。もう自信を持って。混ぜプロとして。たまにね、ちゃんと混ぜてない。そう、みたいな、そう。そうなんですよ。TKM、卵かけ麺警察になりがち。まあ、人の好みがあるから。でもやっぱ、泡場の方が、楽しいでしたね。なんちゅうか、そう、泡割りして、ただ混ぜる、見えてるかな。地味な作業さ。この辺だったら見えるかな。今日、スタンダップの。そうですね、もうこんな感じで空気をどんどん含ましていくんですね。女性の方だったらこのレンゲと一緒に、はい、こうやって手前に混ぜるのがおすすめです。ラブマシーン、え、ラブマシーンのよう、難しい、え、ラブマシーン、恋愛レボリューションじゃないですか。あ、確かに、うん、おー、うまい、恋愛レボリューション、あ、すいません、あの、誰だな、ちょっと人間的な、いやいやいや、ラブマシーンの方が前ですよね。でしたっけ、うん、あ、人間的な、いやいやそんなに変わらない。そんなに変わらない。はい、あ、今ちょっとじゃあなかなかの感じになってきたので、じゃあ状態を見せます。こう、うん、泡がね、絡んでいる空気を含んで、わー、このピロピロの、ね、麺にね、泡が絡んでいる状態、これが食べ物でございます。泡まで伝わりづらいかもしれないけど、結構泡立ちました。はい、あの、我慢できないでいただいちゃいますね。早っ、脳が気持ちいいんだ。早っ。じゃあ一口、まずは何もつけずに食べていただいて、味が、はい、返しタレが入ってるので、うん、いただきます。じゃあいただきます。お札顔になっちゃいました。うん、うん、卵かけ麺も本当夏とかでもスルーって食べれるんで、うん、そう、あっさりさっぱり、結構さっぱりできました、ね、割とこう最低限のあれですけど、その、うんうん、だしと塩分と、はいはい、あとはもう卵の素材の味をどうぞっていうのがこの第一フェーズ、うん、第一フェーズね。はい。あ、そうです。ちょっと商品の説明文を、紹介文を読み上げてきました。赤身の強い高級卵を先ほどお見せしてたを贅沢に2つ使用した。2つ、ここ大事。2つも使用して、そう、普通卵かけ麺は他のお店でもやられてるんですけど、1個のみですけど、2個使用した究極の卵かけ麺でございます。で、黄身のとろっとした濃厚な舌触りが非常に特徴的で、で、だしはタイ、かつお節、昆布、椎茸から抽出した専用の特製ダレ、うんうん、お好みで別添えのドリュフオイルというものが必ずついてきております、うん、で、あと午前で出てくるんですけども、うん、バラのりと、うん、あとは卵、最後残った卵焼きにご飯を投入して、さらにとどめの炊き出し醤油をかけて、ね、っていうこのコース料理のような楽しみ方ができる、これがね、卵かけ麺が特別たるゆえんでございます、うん、そうなんです、はい、
で、この、ね、美味しい、そう、まあ、美味しいプラス、うんうん、あれですよね、そのこういう混ぜたりいろいろ味変したりっていう過程自体が楽しいっていう、その美味しいプラスアルファ楽しい、うんうん、でいろんな発見がある、いろんなあの順番とか、うんうん、食べる順番とか、あとトリュフより私は海苔がめちゃめちゃ刺さった、海苔だ、海苔だ、うん、そういうね、海苔だ、うん、うん、そういういろんなね、順にといろの楽しみ方があるっていうのもまたね、人気になった要因の一つだなと思います、うんうん。コメント読み上げてもいいですか。インスタで、MK マイさん、うん、美味しそう、お腹空いた、おや、三田製麺所はまだ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 営業しておりますよ、営業してます。で、もう一つがニンメンさん、ニングメングさん、はい、卵はかなり濃いですか、卵苦手ですが気になってます。卵はかなり濃いですねすいません、それは、ね、うん、卵苦手ですが、卵をこうめちゃめちゃ、うん、そうですね、もしあのつけ麺をよろしくお願いしますそうですね、もし卵が苦手ちょっとね、あのお試しで食べたいってことだったら、なんかお連れさんとかいればちょっと卵かけ麺頼んで、うまくこう誘導して一口もらって、で、あ、これいけるわってなったらぜひ楽しんでいただければと思いますね。お、浅部本さん、ビールのつまみにもなりそう、うん、ビールは考えたことなかった、確かに、酒飲みながらはいいですね、さっぱりしてるからね、確かにお酒飲みながらスルッとね、行くのも全然ありかもしれません、確かに、ちょっとトリュフオイルとかいいですか、行っちゃって、はい、いきなり、あ、え、行きます、あ、じゃあトリュフオイルスタートでいきます、あ、僕は海苔スタートでじゃあいっちゃいます、和と洋、和と洋、あ、でも私海苔は割と最後に入れるかもしれない、あ、本当ですか、はい、これはじゃあ先に海苔じゃないですか、じゃあ私はトリュフオイル、はい、あのそう、あと卓上に三田製麺所調味料があって、特にこの黒胡椒がめちゃくちゃ合うんですよ、トリュフオイルかける黒胡椒いくとなんかイタリアンみたいな雰囲気になって、確かに、そうそうそう、でバラのりかけるかき出し醤油いくと、もうこれを和風、最高、最高、海行っちゃいます、最高、そう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 、いただきます、うん、絵面を、のりが透過されました、うん、のりのりです、鼻で笑った、あえて読みます。YouTube、たぬききさん、うん、1000円か。それなら、有名店のきぎめに行くかな。そんなこと言わないでください。ぜひ食べてみてほしい。三田製麺所がこれやってることの意味、まあ、きぎめさんもすごく美味しいんですけど、うん、やっぱり店舗数多いので、こう、うん、この卵かけ麺という、結構ね、なかなかまだまだ食べられる場所もレアなんですけれども、うん、それをこう、全国広く、手広く、うんうん、いち早くやってるっていう。がね、一つ、どうかその点でどうかどうか、おいしい、かき出し醤油かける海苔、最高、間違いない、そう、海苔と醤油はもう完全にこれは、うん、和なんですよ、日本に生まれてよかったなと。なんか本当卵かけ麺っていろんな味の楽しみ方があるので楽しいですよね。はい、次何入れようとか。多様性。多様性な。多様性。久しぶりに食べるとなおのことも、しかも今日暑かったからね、これがもうスルスルスルっと、はい、すいません、普通にちょっとあ、海苔はご飯にとっとくべきだったからそういうね、うん、時に後悔もあるし、順番間違えたみたいな、そう、あのオプションがあまりに多すぎるがゆえに、あ、この
この手順の方が良かったなみたいな、うんうん、そういうのもあるから、だから次また食べに行きたくなるんですよね。でまた次食べた時にまた間違えちゃうんですよ。そう、また間違えたり、あ、これもあったかみたいな。とかね、ちょっとあの今日はあのデフォルトの卵かけ麺というメニューについてくる全てのものを準備したんですけど、うんうん、プラス、トッピングですよね。はいはいはい、あの、うん、もちろんこれに味玉つけてもいいわけですよ、うんうん、卵、はいはい、卵いってもいいし、はいはい、卵かけご飯とかね、同じ卵を使ってるやつもあるんで、卵祭りしたり、卵祭りいいな、あとチャーシューももちろん合いますしね、はい、あと何だろうな、トッピング系だと卵いい、卵いい唐揚げか、親子セット、卵かけ麺と唐揚げの親子セット、がっつりとね、最高、うまいんですよ。今日はちょっと卵かけ麺だけにしたんですけど、はい、唐揚げも食べたかった、はい、今日ちょっと鳥のシャツ着てるんですけど、大丈夫ですね。あ、そういうこと？トムミ、シマエナガちゃん T シャツでやらせていただいてるんですけれども、うん、いや、うまいね、うん、配信にあるまじきことを言うんですけど、うん、美味しいもの食べてるときって無口になるじゃないですか。はい、仕事を放棄しちゃうぐらい美味しいです。確かに。トリュフオイルいきます。そう、今ね、日本に生まれてよかったとか言うたスバからトリュフオイル入れて、うん、胡椒をプラしていただいて、あの、うん、イタリアになります、うん、いろんな楽しみ方、はい、すぐナンパします。はい、ジローランズいただきます。美味しい、うん、ボノですよ。なんか海苔もいつも思うんですけど、すごいいっぱい入れてくれますよね。バッサリ入れてくれますよね。ありがてー。お、YouTube、うん、山田マサルさんから手振ってるアイコンが送られました、はいはい、ありがとうございます。こんばんは。チョキ返しておきます。グーグルだよ。美味しい。ちょっとね、ご飯の紹介に行きたいんで、ちょっとざっと書き込んじゃいます。卵がたっぷり絡んで、で、そうそう、三田製麺所の麺って太縮れ、あ、太縮れ、太ストレート麺じゃないですか、はいはい、あれもあれで美味しいんですけど、この卵かけ麺は平たい縮れ麺使ってるんですね。なんでかって、ストレート麺だと卵がジュルンと落ちてっちゃうんですけど、この縮れてることによって卵がめちゃめちゃ絡んでいます。お、渡るさん、うんうん、あ、こんばんは、うん、渡るさん、三田の写真あげてくださってましたね、ありがとうございます、うん、大丈夫ですか。うん、お、今日ノーマルのつけ麺食べました、ありがとうございます。嬉しい、嬉しい。今日行ったんだ。今日行ってましたよ、あの写真上がってました。いいんじゃん、それ。拝見してますよ。嬉しいですね。嬉しいですね。配信で書いてきてください、久しぶりと、うん、さてさ、最近なんかいろんな X のフォロワーさんとか、うん、私が勝手に、はい、あのフォローしてる方とかが、はい、結構三田製麺、なんかつけ麺だけ上がってたりとか、はいはいはい、三田製麺所のつけ麺食べましたとか、恵比寿店のオープン行きましたってありがたい、ね、見かけるんですけど、そう、はい、もう本当なんかおすすめがなんか満たせないで結構なってきてて嬉しいなって思いますね。お、YouTube 山田雅治さん、こんばんは。こんばんは。満たせない面倒です。今インスタで渡るさんが、辛いつけ麺はどのぐらい辛いんですかって、灼熱のことかな。灼熱つけ麺、灼熱つけ麺がどのぐらい辛いかは、あの、まあ
主観にはなってしまうんですが、うんうん、翌日はまあだいぶお腹がバイバイするぐらいには辛いですね。ただあの16日までだからもうあと5日ぐらいしかやんないので、うん、ちょっともしご興味あればお早めにまた次の星になってしまうので、うん、そうなんですよ。ぜひ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 目を離します。主なさ土曜日に似た製麺所行くかもなの楽しみです。おお、ありがとうございます。何店行くんですか？追跡するんですか？行っちゃおうかな、行っちゃおうかな。嬉しいな。卵かけ麺どうですか？月見シリーズぜひ、ね、まあ、卵かけ麺とか普通につけ麺とか卵、うん、温玉、温玉じゃねえや、味玉トッピングするとかいいかも。いいかも、月見ですからね。うんうん、あ、未来のこと、そう決まってるっていうのがすごく嬉しい。ありがたい。新宿西口店ですかね。おお、池袋の、でも最近開店したらしいんですけど、あ、池袋東、ここ下だっけ。明日です。明日か。はい、プレオープンが、そうですね、はい、東口のあれが近いかな、うん、ラビとか山田電機ラビとか近いあたり、サンシャイン通りにまだ入らないぐらいの駅から見て、うん、に三田線で池袋東口店がオープンしました。もともと西口あったんですけど、そうですね、やっぱね、池袋で東いる時、東口の方にいる時に、うん、西まで行ってみたくのちょっとなみたいな時に、やっぱ東にも欲しいなとずっと、うん、あの池袋ヘビーユーザーの私は思ってたんですけど、やっと、やっとそうです。高校は池袋の隣だったし、もう、そうですね、子供の頃から池袋に育てられた男なので、いや、感慨深いです。新宿西口店は卵かけ麺がございますので、ぜひ、はい、楽しみに。ぜひぜひ、はい、というわけで、お、私の方はですね、その麺を食べ終わりまして、はい、卵がちょっと残ってます。この残ってるところに、いやー最高、ヨネをね、ヨネを言い方よ、白ヨネを白米を投入させていただきます。で、はい、投入いたしました。で、ここに、ここにかき出し醤油という、うん、悪魔の醤油を、禁断の醤油をちょっと垂らします。最強の TKG です。ここでね、バラのり取っといてもいいし。確かに悔しい。悔しいです。私のおすすめしましょうか。あ、いいんですか、優しい。すごい声出た。いいんですか。そんなに全部いっちゃいます。あ、いいです。本当なんかバラのりすごい入ってるので、私は卵かけ麺食べてる時に半分で、ご飯用に半分取っておくのがいつもの最高。もう最強の卵かけご飯が今できました。食べなくても分かる、うまいやつや。いただきます。よかったよかった。座る前に食べちゃいました。いやもうね、美味しいですか。言葉にならない。候補失格。確かに言葉になってんですって。喋れ。今リアルタイムですね。うん、いい感じ。いや、あのね、そう、もちろん麺ね、麺だけで食べていただくのも美味しいんですけど、このご飯までついてるっていう、そうなんですよ、このもうとどめ、うん、結構ボリュームありますよね。そう、だから結構 あっさりして、うん、ライトなのかなって思われると思うんですけど、うんうん、この量で、てかこの、そうそう、あと具も卵だけなんて、うんうん、これで1000円かみたいな言われるんですけど、一回食べてみていただけると、この一連の流れ、そうこの一連の流れで1000円安いって思ったら、コース料理みたいなご飯で締める、うんうんうん、で結構腹パン、うん、
この体格でフッってなるんで、普通に結構ボリュームもちゃんとあります。でもちろんそれに対して唐揚げつけるとかそういうサイドをつけるのも全然ありですし、なんか卵に対する思いとかないんですか？でも本当これさ、一番最初に、初日に行ったんですよ、確か。お台場じゃないか、出た日、出た日か。そうです、今日行きましょうって言って、行った時に衝撃受けました。なんじゃこれだと思って。岡本さん。本当に衝撃でした。美味しかった。本当にびっくりしたし。YouTube で NP キッチン TV っていう風に検索していただけると、うちの会社の公式アカウントが、はい、YouTube で出てくるので、ぜひそこで今さっきもお伝えしたんですけど、こうやって食べたらいいよっていうおすすめの食べ方、ぜひ動画でご覧ください。テロップもちゃんとついてるのでね、その一度そうですね、How to eat をご覧の上で最大限楽しむ、竹芝さん、次回は卵かけ麺食べてみるかな。ありがとうございます。ありがとうございま す, す、ね、この口ぶりだと三田製麺所よく行ってるけど、卵かけ麺まだ行ってないみたいな。確かにとお見受けいたしますが、一度ぜひ試してみてほしいですね。迷いますよね、でもね、そう今日つけ麺かなみたいな。あ、よくそう、友達とかにも卵かけ麺って新しいの食べたんですよ。こう思うんだけど、いつもつけ麺の魅力に、そう券売機で、ああってなっちゃうみたいな、よく言われますね。そうなんですね。ただ、卵かけ麺も一度試していただいて、月から、月、つけ麺、火、卵、水、つけ麺、木、卵、最後はどっちか、最後はどっちか。そんな、いいか、はい、見た中毒も人たちを量産してしまうのではないかというぐらい魅力的な商品ですので、ぜひ食べてみてください。はい、完食いたしました。ご飯もパチパチ、はい、いや美味しかった、満腹ですね。うん、お眠です。配信中なの？あ、マジ。はい、というわけでですね、渡辺さん、卵かけ麺食べたことあります。ありがとうございます。どうでした？お叱り受けたの悲しい。嬉しい。で、卵かけ麺さ、ちょこちょこ触れてますけれども、自社の SNS 動画からすごい人気に火がついて、やっぱこの絵面がすごくいいので、インスタグラムの動画は非常にバズりまして、インスタグラムにアップされている卵かけ麺の動画何本かあるんですけど、一番回ってるやつが87万再生ぐらい。そうです、はい、そうですね、もうすぐ90、はいはい、で、その他 X での再生分とか、YouTube ショートでの再生分とか、あと他の卵かけ麺関連動画とか累計すると、公式 SNS で自社の動画も累計100万回以上再生されていて、すごいことなんですよ、飲食店の。そうですよね。公式概念、そう。だし、もちろん、すごい有名なインフルエンサーさんの方とか、一般の方の投稿ももちろん含めて、すごい卵かけ麺の動画自体がめちゃくちゃ回っていますので、非常に、なんか、ぼーってインスタ見てたら、あ、見た流れてきた。あ、わかる。卵かけ麺流れてきたみたいな。で、時にニヤッとするんですよね。あれはね、そう、結構意外とボリュームもあるって、あっさりした見た目に見えるけれども、そうなんですよ、はい、結構ありますね。
美味しい。あ、そうそう、ちょっと後でゆっくり食べようと思って、ごめんなさい。しました。あの、はいはいはい。というわけで、40分ほどおしゃべりしてきましたが、みたらしボリューム33は、月見シリーズにちなんだヒット商品、卵かけ麺の実食配信でした。これをきっかけにね、またその、今日ね、魅力がある程度お伝えできたかなと思うので、また気になった方は、三田製麺所卵かけ麺とかで検索していただくと、その、より洗練された動画に、卵かけ麺の SNS 動画ですとか、あと、その外部の方の紹介の動画とか、なんかそういうのにたくさんアプローチできるので、ぜひ一度調べてみてはいかがかなと思います。あの、後悔はさせません。エビマヨちゃん、待てよ。これは？本人か。エビマヨさんですかね。本人さんですか。あら。見てくださってるんですか。見てくださってます。あ、ありがとうございます。大食いタレントで非常にいつもいつもお世話になっているエビマヨさんからコメントいただきました。ありがとうございます。三田製麺所さんの卵かけ麺が大好きです。僕も大好きです。エビマヨさん大好きです。いつもいつもありがとうございます。あのね、エビマヨさんの食べてる動画ね、ぜひ見てほしい。三田製麺所にもよくお越しいただいていて、3本ぐらいかな、三田製麺所動画上げてくださってるんですけど、あのね、で、撮影の時大体立ち会うんですけど、嘘でしょってぐらいの食べる。すごいですよね。そうで、すごい、あのもうどこに入ったの結構困る。そう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 。で、平然と帰る。かっこいいな。かっこいいな。すごい、あの食べっぷりが爽快で、めちゃくちゃあのおすすめなので、特に三田さんの動画、ぜひ皆さんチェックしてみてください。ありがとうございます。はい、そんなわけで、卵かけ麺を紹介させていただきました。どうですか、卵欲が月にこの、ね、はい、9月中、来週はちょうど中秋の満月なので、そこに合わせて、うんうん、これで卵かけ麺の手数がピョーンって来月中上がったら、うんうん、みたらしの確かにね、これだ宣伝効果嬉しい嬉しいので、ぜひね、はい、卵かけ麺をこれをきっかけに食べたって方は、はい、ぜひSNS とかにもアップしていただいて、うん、ハッシュタグみたいな字なんかつけてくださると、めっちゃです。泣きは泣きはせんの、泣いちゃうよ。そう、嬉しいですよ。はい、というわけで33回は月見シーズンちなんだ卵かけ麺の実食配信でしたで終わるところですが、今日はちょっと追加のお知らせがございます。お得な、お得な、はいはいみたらじでですね、はい、お便り大募集キャンペーンというものをやらせていただきます。やつを出してください。じゃじゃん、じゃじゃん。みたらじですね、あのお便り募集フォームってものが、はい、あるんですけれども、はい、その YouTube のアーカイブ集のところからアクセスできたり、あとは X とかでも定期的に配信してるんですけれども、はい、そこにお便りを送っていただいて、でそれがこのみたらじの中で今度あのお便りひたすら読み上げる会みたいなのをやろうと思ってて、いいで、ね、で採用された方1通採用につき、今一部スーパーで販売している三田製麺所監修灼熱つけ麺、はい、ご家庭用のですね乾麺の乾麺です、はい、を2袋、これ1つに2人分入ってるので4人前ですね、プレゼントさせていただきます。わーい。灼熱つけ麺、来週で終わっちゃうので、うんうん、夏が確かにね、食べれなくなっちゃう。そうそうそう、終わってまた来年になるので、これが名残惜しいという方は特におすすめです。9月30日までに、三田製麺、あのみたらじお便りフォームですね、うんうん、これあの後ほど Twitter でも X でも YouTube でも、インスタグラムでまた改めてお知らせしますが、そちらの方からお便りをお寄せいただいたら、こちらプレゼントさせ、で採用されたらこれプレゼントさせていただきますので、ぜひよろしくお願いします。で、これの送付の関係でそのフォーム打つときに、その
住所、ご住所の入力とかがちょっとあるんですけれども、それはあのちゃんとプライバシーポリシーに沿ってやらせていただきますので、うん、ぜひご安心ください。たくさんご質問いただけたら嬉しいです。はい。ぜひお便りをお寄せください。アサムボンさん、先ほどお便り出しました。本当ですか？ありがとうございます。ありがとうございます。近々拝見して読み上げさせていただきます。お便りが集まらなかったら、それを30分掘り下げる可能性がありますので、ぜひ皆さんお寄せください。はい、あ、渡さん、仕事片手まで見てて、大して絡めなくてすみません。何言ってんですか？そんな、全然ですよ。スープと卵を絡んでるでしょう。いつもご視聴ありがとうございます。仕事片手まで見てくださるってすごい嬉しいことですよね。すごい嬉しい。こんなこんなで言ったらあれですけれども、ありがたいや、ありがたいや。こんな感じで、まあ、こんな感じでそうやってこうやって言ってくださるファンの方との交流をさらに広く深く、うん、やっていくためにこのお便り大募集作戦、うん、大作戦、大作戦、大作戦、大キャンペーンをやらせていただきますので、はい、ぜひあのザクバラにその見たらじ我々に聞きたいことがあるのか分かんないですけど、まあ、見た声優上に聞きたいことですとか、ご要望、もちろんなんかこうしてほしい、ここに出して出店してほしいとか、この商品、こんな商品やってほしいとか、そういったいろんなご要望ですとか、あとなんかざくばらんな意見、質問とかもちろん、はい、2人に質問です。答えられる範疇で、はい、ますので、ぜひお寄せください。で、お寄せいただいたら灼熱つけ麺、乾麺をお送りさせていただきますので、はい、はね、ぜひよろしくお願いします。あ、小野田さん、三田線メジョンってやっぱ札幌に欲しいです。フォームからもお願いします。確かにこの内容を、はい、この内容をフォームでもフォームから送っていただいたらこれが確かに札幌に欲しいです。多分札幌に送ります。札幌にいらっしゃるのかな、ね、札幌に店、ね、欲しいですよね。僕も何かにつけてそこへの出張をねこじつけたいです。なるほどね、はい、ありがとうございます。いや今日はたまにできましたよね、超嬉しいですって。たまに歌うんです。たまに歌う運転9月6日オープンです。はい、しました、うん、八王子初進出、うん、あそこ八王子だったんだみたいな市と市の境目でそうですね、たまにできない。そうですね、ぜひぜひ三田製麺所、これからも皆様の町に、うん、あなたの町にね、ちょこちょこ増やしていければと思いますので、ぜひ楽しんでください。そんな中でね、そうやってこのファンの方との交流っていうのもどんどん増やしていければと思うので、皆様、うんうん、ぜひインスタグラム、あ、インスタグラムフォロワーが1万人超えたんですよ。あ、確かに。配信時点で超えてたっけ。そう、はい、1万人ですね。わー、超えました。超えました、皆さんのおかげでございます。 X もあともう少しで2万7000人だったと思うんですよね、もうちょっと。すごいですね、どんどん増えてますね。はい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 、ありがとうございます。じゃあ こっちも増やしますか。私たちもね、3人も頑張らない。はい、そうですね、もうより多くの方に喜んでいただけるよう日々精進してまいりますので、うん、ぜひ来週も、あ、これは毎週水曜19時からやっておりまして、うん、で、あの途中からの方とかも大丈夫なように、その配信のフル動画を YouTube に、うん、アーカイブしてますので、全部アーカイブしてます、今まで漏れなくアーカイブしてますので、そうなんです、はい、これもね、この後、8時半ぐらいには多分アーカイブされると思いますので、はい、ぜひご覧ください。で、また来週水曜18日か、9月18日、3連休ありますね、3連休の後、18日に、ここはその前の日に発売する商品があるので、それを紹介すると思います、うん、来週も食べ配信だね。大変だ大変、渡さんがおめでとうございますって。あ、ありがとうございます。竹芝さん、町田小山店が撤退して以来長らく国分寺まで通っていましたが、たまに U ターン店が先日開店して、早速初日にしゃがねつけ麺食べに行ってきました。町田小山店って知ってますか。私初めて聞いた。あのね、
僕も入社した時点でもうなくて、過去の店舗一覧とか見てて、へえ、あちらにあったんだ。あ、そうなんだ。いや、相当オールドファンの、すごい、ベテランの方ですよ。ありがとうございます。いや、でもそれがやっぱの近くにまた新たにできたら嬉しいっす。嬉しいですよね、こっちが言うのも変ですけども。いや、ありがとうございます。そっか、町田から、じゃあ町田付近から国分寺まで通ってらっしゃる。すごい。そしたら玉乳ははるかに近いですね。いや、ちょっと玉乳タウン店、これからぜひぜひよろしくお願いします。灼熱旅行ってます。すごい。いやいやいや、ぜひぜひ。新店もね、ドクドクオープンしているので、はい、楽しみにしてください。また近々ね、ここに空きますみたいなのをね、大規模に発表するかもしれない、かもしれない。言えます、はい、というわけで、はい、今日最後に言いたいのは、お便りください。待ってます。待ってます。あの、全部ね、全部読みます。間違いなく全部読みます。確かに、はい、これもこれもこれもってなっちゃいます。そう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 、ぜひぜひ。最後に何か一言ありますか。お便り待ってます。お便り待ってます。それでは、はい、また来週水曜19時にお会いいたしましょう。はい、今日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。なかった人は皆さん見ていてください。行ってください。さようなら。製麺所付きの駐車場。付きの駐車場。逆、駐車場付きの製麺所。また来週ありがとうございました。ありがとうございました。なんて最高。ありがとうございました。確かに、確かに。